敬老の日、敬老の日は日本の国民の祝日の一つである。日付は9月の第3月曜日。2002年、平成14年までは毎年9月15日を敬老の日としていたが2003年、平成15年から現行の規定となっている。敬老の日は国民の祝日に関する法律、祝日法。 昭和23年7月20日法律第178号第2条によれば、他年にわたり、社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨としている。同様の趣旨の記念日として、老人福祉法によって定められた、老人の日、9月15日、老人週間、9月15日より1週間がある。兵庫県高郡、野又二村。 後に八千代町を経て、現在の高町八千代区で、1947年、昭和22年9月15日に村主催の敬老会を開催したのが、敬老の日の始まりであるとされる。これは、野又谷村の村長であった門明雅雄、門脇正夫、1911年から2010年が、老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて、村づくりをしようという趣旨から開いたもので、 9月15日という、日取りは、農寒期にあたり、気候も良い9月中旬ということで決められた。昭和22年当時は、戦後の混乱期にあたり、子供を戦場へ送った親たちも多く、精神的に疲労の局にあった。門脇は、そうした親らに報いるべく、養老の滝の伝説にちなみ、9月15日を、年寄りの人し、55歳以上の人を対象に、敬老会を開催した。 これが全国に広がりを見せ、国民の祝日、敬老の日制定につながった。現在、八千台コミュニティプラザの玄関脇には、敬老の日定唱の地と刻まれた高さ約2メートルの石碑が立っている。1948年7月に制定された国民の祝日に関する法律において、子供の日、成人の日は定められたものの、 老人のための祝日は定められなかった。門脇は1948年9月15日に開催された第二回、敬老会において9月15日を年寄りの日として村独自の祝日とすることを提唱した。門脇は県内市町村にも祝日制定を働きかけ、その趣旨への賛同が広がった。1950年、昭和25年からは兵庫県が 年寄りの日を制定。1951年、昭和26年には、中央社会福祉協議会、現全国社会福祉協議会が9月15日を、年寄りの日と定め、9月15日から21日までの1週間を、運動週間とした。1963年、昭和38年に制定された、老人福祉法では、9月15日が、老人の日。 9月15日から21日までが、老人週間として定められ、翌1964年、昭和39年から実施された。さらに1966年、昭和41年に、国民の祝日に関する法律が改正されて、国民の祝日、敬老の日に制定されるとともに、老人福祉法でも、老人の日が敬老の日に改められた。 その後2013年、平成25年、高町では、敬老の日発祥の町として、敬老の精神を未来に向けて受け継いでいく目的で、公募で作成した敬老の歌、きっとありがとうを制作し、町の各所で流されているほか、この歌を使って、介護予防の目的で体操を作って公開した。敬老の日の起源を、野俣谷村の敬老会に求めるならば、9月15日という、 日取りは上述の通りのまたに村の農事歴と気候に由来するものになる。門脇正夫の辞席を伝える高町広報の記事によれば、9月という開催時期には、農寒期であることや気候に加え、養老の滝伝説も参考にしたという、岩礁天皇が、霊気三年、717年9月に滝を訪れて、老いの滝と命名、同年に養老と改元し、全国の高齢者に、 賜物品を下したこのほか聖徳大子が四天王寺に、秘伝院を建立した日が五九十三年九月十五日で、あるとして、敬老の日をこれに由緒づける主張もある。四天王寺演技によれば、聖徳大子が四天王寺建立、九十三年、と同時に、秘伝院を含む、司会院、現代でいう社会福祉施設を設立したとあるが、 9月15日という日付には根拠がない。四天王寺秘伝院の伝統を継ぐとする四天王寺福祉事業団も敬老の日由来の諸説の一つとして挙げるにとどまる。なお、司会の創設者を聖徳太子とする伝承も後年の太子信仰の中で固くされたものと考えられている。2001年、平成13年の祝日法改正。 いわゆるハッピーマンデー制度の実施によって、2003年、平成15年からは9月第3月曜日となった。だが、初年度の2003年の9月第3月曜日が、偶然9月15日であったため、敬老の日が9月第3月曜日へ変更されて9月15日以外の日付になったのは、2004年、平成16年の9月20日が最初である。敬老の日を、 第3月曜日に移すにあたっては、当時存命であった提唱者、角脇正夫が、日付の変更について、遺憾の意を表明したほか、財団法人全国老人クラブ連合会、全老連が反対を表明した。2001年、平成13年に、老人福祉法第5条を改正して9月15日を、老人の日、同日より1週間を老人週間とした。 中央社会福祉協議会が9月15日を年寄りの日と定めた1951年昭和26年には特殊通信部付印が使用されている。また1958年昭和33年には郵政省、当時から年寄りの日の特殊はがきが発行されている。復帰前の沖縄でも年寄りの日の名称のままで同じ9月15日に祝日が制定され、 1968年、昭和43年、記念儀点が発行された。東アジアで伝統的に祝われてきたご節句の一つである9月9日、旧暦、洋暦の徴用には、長寿を願って、菊の花を浮かべたお酒を飲むなどの慣習があり、趣旨が類似している。老人に敬意を表する祝日、記念日は各国に存在する。 パラオでは5月5日がシニアシチズンズデートされ祝日となっている。アメリカ合衆国では9月の第1月曜日の次の日曜日が祖父母の日とされている。この記念日は1978年に始まった。カナダ他各国にも同種子の記念日がある英語版参照。国際連合は高齢者の権利や高齢者の虐待撤廃などの意識向上を 目的として、1990年12月に、毎年10月1日を国際高齢者デートすることを採択し、1991年から国際デートして運用されている。中華人民共和国では、1989年に施行された中華人民共和国老年人権益保障法改正において、徴用にちなみ旧暦9月9日を高齢者の日と定めた。 大韓民国では老人福祉法において10月2日が老人の日として記念日に10月が敬老の月として記念月間に指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。